ホラポス、関西百名山。ワウワウ。おはようございます、皆さん。時刻は8時12分となっております。今日はここ、じゃん、くつき学校前バス停にやってまいりました。アド川駅からあちらのバスでね、えっちらおっちら30分ほどかけてやってまいりました。アド川駅前では小雨が結構降ってたんですけども、小雨っていうか雨が降ってたって感じですね。ここに来るまでにもうこんな立派な雪に変わってきて、こんなしんしんと降る雪ってだいぶ久しぶりじゃないですかね。はい、あちらのバス停に到着しました。はい、そして今日は我々は関西百名山は第75座、ジャタニガミネに登りたいと思っております。ジャタニガミネに登りたいと思います。ジャタニガミネです。はい、どうぞ。ジャタニガミネ行きます。はい、ピストン。ピストン、はい、はい、距離は7キロほどですかね。そうやね、はい。登山口までどのぐらいあるんでしょうか。約3キロ。バス停から約3キロあるそうです。はい、それでは今日も元気に見よう。おう、夜景の脱皮。サップ。月温泉天空に到着しました。あれが天狗です。雪をかぶった天狗です。雪をかぶった天狗さんですよ。ねえ、鼻先にちょっと細いのってますね。8時51分、はい、バス停から 2.7 キロですね。はい、ここに車を止めて、車の方は登山するみたいですね。はい、はい、ようやくスタート地点に着いたという感じです。綺麗なお手洗いもございます。はい、まあジャタニガミネこっちって書いてますね。登山道こっちなの。そうやね、うん、天空温泉が後ろになるからそういうことだよね。行ってみよう。行ってみよう。これちゃん。いかにやな。おお。2.3 キロ。はい。今時刻は9時1分。距離は 3.4 キロです。はい。ここから行ってみたいと思います。はい、いきなり結構急です。ちょっとジャリジャリですね。うん、そうやね。ジャリジャリ。がっつりし
人が歩いた跡があるんで、我々には道も合ってないので心配がないのが安心材料ですね。この上からまたね、今日の雪が積もっていくでしょうからね、はい、カチカチジャリジャリになるんでしょうね。でっかくでもしてるぐらい。はい、雪降りです。この間までだいぶ出てこったんやね。無表や。ちゃうやろ。ちょっともわもわしてる感じ。おー、美しいね、雪の花って感じね。綿毛がついてるって感じよ。お手伝いさん、耳がね、この方がよく聞こえるでしょ。確かにな。耳聞こえへんわな。そうやね。おー、お見事ね。この緑と白のコントラストもね、雪の結晶がほわほわすごい可愛いよね。あ、ほわほわ。まだこの前の段紙とは違った、ね、あれやな。今降りたての雪がすごい粒が大きいからさ、それがなんかこう。おい、ネズミ小僧。今日視界が一気に開けてね、雪のゲレンデって感じになったね。いや、アド側からあまりに雨が降ってるから引き返そうかと思ったんですけど、来てよかったですね。うん、美しい。帰ろうか言うてはったやん。言うてはったやん。やめとく言うてた。いや、あんだけ雨やったらな、ザーザー寒いやん。あ、綺麗。こんだけ足跡があるとね、わかりやすいね。問題は次やで。あ、そうか、ここちゃうで。おお。イエイ。イエイ。眠ってるで。うん。こう温泉やったらすごいな。息がキュッキュッと。音を立てるようになりました。柔らかくなってます。めっちゃよう踏まれた登山道やから人気なんやろな。駐車場からちょっとやもんね。ああ、丸太階段がなくなってます、雪で。ツルツルじゃないのがマシやな。ああ、すごいな。あのね、雪玉がね、上からね、コロコロ流れ落ちてくんねん。雪崩ってこうやって起こるんすかっていう感じで、そういう玉がね、こう転がった跡があるやろ。ポロポロポロ、ゴロ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 転がってくんねん。へえ、あ、雪崩だ。おお、そう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 、気をつけろ。なかなかの勾配やで。これ筋肉痛になりそうやわ。はい、レスキューポイント、ジャダニガミネホーです。これみんなえって言ってる、このなんで13キロやねんっていう、これね。13キロです、あとね。え、そらないやろ。1.3 キロってこと？そうやろ、1.3 やろ。13メートルにしたかった。いや、ちゃうな。1.3 キロやな。はい、時刻は9時42分です。距離はね、はい、お待たせしました。パンパラーン、純吉のアルバイト編。アルバイト編ですか。アルバイト編ですね。あのね、はい、やっぱね、
最近タイミー行ってないですね。タイミーね、ちょっと大学生の方が春休みなんでしょうかね。すぐ取られるんですよね。ああ、なるほど。気づけばね。はいはい。なんで今はまだまだっていうかロイホワイトにもう必死のパッチって感じですね。ああ、だいぶ慣れましたか。ああ、そうやね。ちょっとは慣れてきた感じするんやけど、なんせね、やっぱりメニューによって付け合わせの野菜の数とか種類とかいろいろ違うから、はいはい、なんかごっちゃになるんですよね。どれにどのソースを使うとか、このハンバーグの時にはこの付け合わせとか、はいはい、で昨日はちょっとねシチューハンバーグが通ったのにチーズハンバーグを完成させてしまってしまったーみたいなことをやってしまったりとかね、なんかいろいろ失敗もしてるんですけどね。もうなんかステーキの焼き方とかもね、ちょっと火の通り加減がね、マニュアル通りに焼いても焼きが甘かったりとかね。やっぱなかなか料理って難しいね。もう深いね。やっぱり数を重ねて経験を積まなあかんと思ってる次第であります。はい、でも楽しいです。はい、はい、以上純吉のロイホ編でした。はい、こちらからは以上です。あと10キロ。勘弁。10円な。どうしてそういう初歩的な間違いに気づかへんのやろな。うん、おまけに訂正した上での時間。あーすごいね。うん、あー広っ。あの辺かな。かな。あ、急に視界が開けたね。お雪山って感じ。おはい、リュウちゃんのこの靴のそこのオレンジとあの頭のフードのところから出てるピヨンと出てるオレンジがね、なんかちょっとコラボっててね、あれコーディネートしてるって本人は言うてますけど、数少ない持ち物の中でたまたまあったということじゃないでしょうか。少ないってない。数限られてるコーディネートでたまたまね、この黒と、そう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 、黒とオレンジ。ちょっと気に入ってるみたいですね、これ。よかったですね。で、この靴に紺のラインが入ってるのが、またリュックの紺と相まってね、ちょっとおしゃれな人っぽいですね。と言ったら、だいぶ喜んでおります。山頂まであと20分ぐらいかな。って感じのとこまで来ております。景色はこんな感じで、開けてきました。ただちょっとガスってるんで白蛇は見れないんじゃないかなって感じですね。どうですかね、リュウキッチさん。せやな。木に積もった雪がね、これが我らの白蛇ということで、ジャタニガミネ間近です。海雪、そう、海抜くよね、これね。だいぶ積もってんねやで。そうやで。ちなみにどれ、おおって感じですね。おおおおおおすごいね、静かやね。しんしんと雪が降ってます。この木に枝に振り詰めた雪がすごいよね。気を許すとすぐズボッとなるね、これ。おいえい、あと 200m か。はい、おいえい、これだいぶ積もってるよな、こんだけ埋まってるってほんまやな、ダーハやな。やば、よいしょ、どれ、いくか。わーすごい、おーって感じ。あ、これか。うん、ジャタニガミネ901キロ。はい、もうこれやね。901キロ。あ、901メーター。失礼しました。はい、コラボさん、名山は第75歳。やりました。これが本当は山頂みたいなの書いてあるのかな。ちょ、もう全く景色ないんですけど、とりあえずここでね、あのおまんじゅうで休憩したいと思います。はい、はい、ほら、今からやで。じゃーん、この赤いのついてない、取れてない。いきます、いただきます。どうかな。
葉っぱのしょっぱいのがいいね、うん、豆大福もあります。うん、美味しそうこれ、うんうん、めっちゃ良さだったね。おお。こんなピョンさん来てくれるとなんか道がさらにしっかりしてね。ね、あの豆大福が家で食べた時よりも断然美味しく感じてびっくりしましたね。ね、たまに出てくるあの硬い豆がね、うん、美味しかった。で、桜餅もね、あのたったのしょっぱさがなんとも言えない。しみるって感じだったね。桜餅はね、私ね、あの3倍ぐらいの大きさがあって欲しかったわ。アイゼンつけた方がいいんちゃうか。そうやな、やっぱそう思うよな、うん、この辺つけようか。はい、アイゼン装着します。待って、取れてる。ほんまや、ジャイナヒやな。ちょっと取れるわ。ここもなんかひねて、あ、ひねかひねすぎやろこれ。まあええか、こっち、あ、ひねかくな。あ、オッケー、ギアが泣くわ。はい、ですけど、ここ表示ありますね、はい、2.3km。 帰りはね、割とね、踏み跡ついてるんで、こっち取ってみようかなと思います。はいはい、時刻は、11時15分。はい、距離は 7.6km です。はい、では、分布から入ってみましょう。はい、11時28分、はい、距離は 8.25km、はい、360m という標高、ちょっと広いところに出てきましたね、はい、こっちはね、本当にずっと丸太階段が整備されてて、距離が向こうよりも長い分、やっぱなだらかな感じがしましたね、うん、積雪量もなんかマシな感じがしました、はい、セラピーロードやて、セラピーロード。へー。あの監視の後はね、すっごい最近に見たと思ったら、なんか意外とね、今日は誰も勝ってないですよね。うん。勝ち越しなんだ。こういうになってきた。へー。へー。いや、セラピーロード、むちゃくちゃ歩きやすい道やったよ、これ。うん。春とか秋とか、ほんまにね、なんか、いろいろ見れるんちゃう？うん。へーって感じ。いや、向こうの道はもうほんまに勾配が急で、うん、距離が短いけどすごかったんやけど、こっちはほんまにね、癒しの道って感じだったね。どういうことやろ。はい、距離は11時43分、 3分、距離は 9.1km。 はい、はい、出てきました、車道です。アイゼン取ります。はい、よかったな、ちゃんとついとって。はい、ここ朝来たとこやで。おー、すっごいなんかワープしてきた気分やな。
え、そっから登った？あ、ここからぐ温泉のとこ行った。あ、そや、すっごい坂やったよね。うん、えらい楽してしもたなこれ。え、すんごいしんどい坂やった記憶なんやけど。12時4分です。はい。すごい車ですよ。満車近い。はい、次朝日屋さんに来ました。はい、おそばいただきたい。はい。良さそうなお店ですね。うん、車がいっぱい止まってました。メニューはこんな感じですね。ピラミッド。ずっとそばここで、すべてが10割そばね。蕎麦街道やから蕎麦寿司があるんですね。うん、新しいお店なんかな。メニューもすごい綺麗。そういうの鶏そばがやってまいりました。はい、ありがとうございます。近江牛、これ炙りとね、あれのセットでできるらしいね。ちょっとすごい美味しそう。ちょっと近江牛一個くれ。ん、近江牛一個くれ。柔らかい、サバが柔らかいな。酢飯もふわっと仕上がってるね。サバの青臭さが全然なくて、甘みのいいところだけがこう出てる感じですね。どうですかね、ルイさん。なあ、このサバ寿司どうでしょう。あ、炙りの方まだ食べてないよ。そうですね、炙りって言いましょう。サバのね、甘みのいいところだけ出てる感じですね。パクリやがな。丸パクリやがな。あのね、青臭いしか言われへんね。そうや、青臭いところが全然なくって、これうまいことね、酢飯でね、調和されててね。いきますか。ふわっと柔らかい。どうよ、鼻から抜けるよね、この炙りの風味が。どうすか。鼻から抜ける。美味しい。美味しいしか言われへん。これ鶏そばはどうなったんでしょうね。うまいで。うまい、おいしい。だしがね、あれ違うんかな、牛とね。牛むっちゃくちゃね、牛の脂のいいとこが溶け出したっていう感じね。美味しかったですよ。むちゃくちゃ美味しかったですよ。いや、ね、お客さんがいるところであんまりね、大きい声でルポすると恥ずいんでね、言えなかったんですけど、まずそばがね、やっぱり鼻から抜ける香りがね、やっぱそば粉の香りがちゃんとするよね。小麦粉でつないでるやつはね、あ、小麦みたいな感じするんだけど、これってやっぱり近江牛っていうだけあって、あの肉の牛肉の甘みがすごかったね。美味しかった。サバ寿司もね、サバがね、安いやつはね、硬いんやけどね。そうやろそうやろ、安売りしてるやつ。いつも食うてるサバ缶やろ。いやいやいや、ちゃう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 。しめサバでもさ、硬いんやけどさ、あれは身がほわっとなってて、すごい脂の乗っててね、炙りも炙ってないやつも両方美味しかったね。あのセットお得やったね。美味しかったです。はい、よかった。